明けましておめでとうございます。2019年になりました。ということで元旦の朝の冬季講習やっていきましょう。で、今回は数学なんですが、この3問やっていきますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ改めまして、2019年もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、で、撮ってるのはね、12月31日の午前3時なんですけどね。よし、じゃあ行きましょう。で、まず今回は円が入ってる図形の問題です。で、角と長さがいくつか出てるので、ちょっと書き込んでいきます。まず AB がルート10なんで、ここがルート10ですね。ちょっとごちゃごちゃするので、インクがやばいな。で、BC が3ルート2、ここが3ルート2ですね。ちょっと書きにくいので、ここにメモ程度に書いておきます。BC が3ルート2。で、CA が4、ここが4ですね。こうです。で、ABC の外接円です。まあ、外にね、接してる円があって、中心が O。AO を伸ばして、A じゃない、こう、接点を D とする。まあ、書いてくれてるからね、そんな問題ないんですけど。で、大事なのは A から BC に垂線下ろした時の交点 H なんで、ここ90度ね、垂線なんで、まあ、これぐらいです、書き込むことは。で、まず1番 BH、 ここを求めます。で、これね、実はもう全部大事なんですけど、1番からね、知らないと多分解けないんですよ。結構これ1番すごく有名な問題なんですが、形としてはね、とこう三角形があるじゃないですか。で、こっから垂線を下ろしてる時の、今ここ BH、 ここ求めたいんで、ここ X にします。こんな感じね。で、これ今あと分かってるのが、ここがルート10なんですよね。ここルート10。で、右上のここが4なんですよ。4。で、今全体の BC は3ルート2って分かってるので、ここは3ルート2から X を引いたものとこう置くことができます。で、こっからどうするかっていうと、今、こう、例えば左側ね、の三角形を見たときに、左側ね、直角三角形にこうなってるじゃないですか。で、じゃあどうしようかな。ここの縦の部分を Y って置きます。まあ、正しくは今 AH なんですけど、Y ってしたときに、三平方の定理を使って表すと。そうすると、まあ、斜辺の2乗なんで、ルート10の2乗だから、10ですよね。ごめん、こっち書いちゃった。10ですよね。イコール、y の2乗、プラス、下の部分。これ今 x なんで、x の2乗とこうなります。で、これを意図的に、y の2乗イコールに直してください。そうすると、こうなりますよね、今。で、それ書いておきましょう。10-x2乗。これね。で、右側の三角形でも全く同じことをします。こうなってて、で、ここは同じく y ね、縦の部分は。で、ここが4で、下がこの3ルート 2-x なんで、同じように三平方の定理を使うと、斜辺の2乗なんで16、イコール y の2乗、プラス下が3ルート 2-x の2乗とこうなります。で、これも y の2乗イコールにすると16、こいつマイナスここの2乗になります。で、今こいつも y の2乗だし、こいつも、まあ、ちゃんと書こうか、こうですね、 y の2乗直すと同じ y の2乗だから、こいつとこいつは同じになりますよね。だから 10-x の2乗、これイコールこれをここに書くことができます。ちょっと入らないんでね、これ消してしまいますけど、16-3ルート 2-x の2乗と。で、これをあと解けば OK っていうタイプの問題なんです。これすごい有名な解き方なんですけど、で、まず右辺がね、ちょっとめんどくさいんで展開していきましょう。ただ、これ2番も3番も板書をちょっと使うので、中で展開します。これ18、マイナス、
6√2x+x2 乗です。こうなる。で、マイナスを分配法則で配ると、これね、やりやすいのがね、x2 乗消えるんですよ。消えるから、最終的に6√2x=12か。ここまで綺麗になります。で、あとは両辺、6√2で割ってもらうと、ちょっとこれ右に行きましょうか。x=√2/12。ここ約分できるから、√2/2なんですよ。で、√2/2になって、こういう感じね。で、有理化しなきゃいけないから、上と下に√2をこうやってかけると、2/2√2になるので、約分して、x=√2。まあ、x はちょうど bh の部分 x って置いたんで、1番の答えはこれで終了となります。これが bh ですね、今。bh ね。で、2番です。まあ、2番もなかなかなんだけど、これ。で、次、外接円の半径なので、まあ、AO ですね、AO、ここ。で、外接円の半径求めろって言われたら、まあ、半径いきなり出せる問題も出てくるんですけど、直径を求めて、それの半分にしちゃえばいいっていう方が結構多いです。スタンスとしては。で、今回もそれをいきます。で、こういう風に円が入ってる問題っていうのは、角度で勝負できることが非常に多いです。なぜなら、円周角の定理が使えるから。で、その角度を勝負で使って、相似の部分を探します。相似。で、もちろん、今求めたいとか出したいのが外接円の半径なので、この部分を使う。もちろん半径一発で出せればいいんだけど、まあ、直径とか半径を使う三角形を相似で探します。いいかい？で、今、まあ、このね、AD、これを使うって考えたら、ここで三角形としては。これが、まず AD を使いますよね。じゃあ、この青の三角形と相似のやつ、しかも辺の長さが分かってるやつ、どっかないかなって考えるんです。で、ポイントとしては、今、円周角、まあ、円の中に内接する三角形で、一辺が直径なんですよ、今。直径。ってことは、ここ90度ですよね。円周角の定理で。いい？ 90 度。もし不安な方は、円周角の定理の動画ね、ちょっと貼っておきますんで、それで見てください。で、90度ここにあるじゃないですか。で、しかも今、ここの角度とここの角度同じなんですよ。なぜなら、AC を、まあ、弦でね、AC をスタート地点にした時の円周角と円周角だから、同じなんだよね。ってことは、90度も使ってて、この丸のところも使ってる、この三角形、これ相似なんです、今。二組の角がそれぞれ等しいから、相似条件満たすからね。ってことは、あいつとあいつ OK だと。じゃあ、それで答えを求めたい。じゃあ、2番。こっちに行きましょうか。ちょっと同じ X かって申し訳ないんですけど、ちょっと X が解きやすいんで、AD を求めたいですね。ここです。まあ、求めたいというか、半分にしなきゃいけないんだけど、最後。AD を X とします。こうやってね。で、今、ここが X なんで、ちょっと書こうか。これまず左側のこっちの三角形です。A, B, H。で、あっちの大きな三角形を同じようにちょっと書きます。頂点が A, D, C か。で、こうなったら分かる角度、分かる長さをどんどん埋めていく。で、AD 求めたいんで X ですよね。AC が4って分かってるから4です。こっち行きましょう。斜辺は√10が分かってます。BH は今出したんで、ここ√2って分かってます。さあ、この場合、ペアとしては、ここはまあペアで揃ってるよね。あともう一ペア欲しいんですけど、ここを出すか、ここを出せばペアが揃います。どっちが出しやすいって当然こっちです。なぜなら、直角三角形なんで、二つの辺が分かってれば三平方で絶対ここ解けるんです、もん絶対解ける。だからそれでいきます。で、今、じゃあここね、AH わかんない。まあ、斜辺の2乗からいきましょうか。斜辺の2乗イコール、AH はそのままにしようか。AH の2乗プラス、下の2乗なんで2なんですよ。ってことは、AH の2乗は、
8になるんで、まあ、本当はね、プラスマイナス、ルート8、まあ、2ルート2ですね。ってなるんですけど、長さにマイナスはないので、ここ、2ルート2になります。2ルート2。ってことは、AH、ここが2ルート2。ってことが分かりましたと。で、これ答えじゃないんだからね。今、最終的に求めたいのはここです。まあ、使いたいのはここ。ってことは、ここ対ここ、対応するからね。ここ対ここ、イコール、ここ対ここと置くことができるので、ルート10対 X、イコール、2ルート2対4と。で、中中外外、比例式はね。中中すると、2ルート 2X、イコール、4ルート10と。で、2ルート2で両辺割ってあげれば、下まで入るね。こうなって、で、こうなります。で、ルートっていうのは、ルートの外の世界同士は約分できます。こことここ。だから2になります。で、ルートの中の世界同士も約分ができます。中の世界と外の世界は約分できません。だからこれ1になって5になるから、下は消えるんだよね。で、上が2ルート5になったと。よし、答え出たぜ。って言って、これを間違っても書かないようにしてね。今、これは X は AD なので、直径だからまだ。結局出したのは半径なので、その半分、2ルート5の半分だから、答えとしてはルート5が正解になります。ってことで、半径答えは、ちゃう。2って書いてもうた。ルート5。こうですね。これで終了です。単位書いとこうか。はい、ということで3番。ここまででも結構お腹いっぱいなね、ぐらい長くなってると思うんですけど、申し訳ない。じゃあ最後、BE 対 EC です。ここ。ここ対、ここを求めたいと。まあ、当然そこを使う三角形で勝負したい。まあ、掃除でまた勝負するんですけど、で、これは結構見つけやすくって、ここの三角形と、ここの三角形。ここで勝負していきます。ここね。今、丸でさ、同じって分かってるし、ここ対頂角で同じだから、同じね、二組の辺、角が等しいから、掃除でいけると。で、ちょっとね、めんどくさいというか、やりにくいのが、対応するのが見つけにくいんですよね。で、先にちょっと、後で掴んで出しちゃいます。今、AD が、ここが、直径2ルート5って分かりましたよね。で、ちょっとここの長さ欲しいんで、先出します。もともと、この、右側のね、青だったところ。直角三角形なので、同じく三平方の定理が使えると。ここが2ルート5だから、こいつの2乗、2ルート5の2乗は20です。イコール、CD の2乗足す4の2乗だから16。これまとめると CD の2乗イコール4なんで CD イコールプラスマイナス2になります。ルート4だから。で、マイナスは使えないんで、ここ2ね。ちょっと先に出しておきます。で、今、本当はこことここが対応する辺だったら、ルート10対2なんだよ。比例と比例と相似比がね。ルート10対2。だからルート10対2っていきたいんだけど、対応するのはそことそこじゃない。どういうことかっていうと、今、この辺に対応するのはこっちなんだよね。いい。だから、いや、インクがまずい。BE、BE 対 ED が、このルート10対2ね、と同じになるんで、こうなるの。こうなる。で、同じように、ここに対応するのはこっちなんで、AE 対、CEC でいいか。EC が同じようにルート10対2になると。ここは使えて、こっから頑張って BE 対 EC に持っていきます。で、これ多分ね、もっとね、スマートなやり方がある気がするんですけど、で、ちょっと自分がね、力技で持っていくことしかできなかったので、文字を使って置いていきます。で、今、まあ、ここが分かってないので、まず X って置きます、ここ X。つまり、外で救急車が鳴ってる午前3時半。ここ BX ね。ここ X。そうすると、ここが X で、全体3ルート2なんだよ。BC が。ってことは、ここは3ルート2から X 引いたものなんで、EC が、こいつね。
3ルート2から x 引いたものに置けると。で、もう一個文字使います。しょうがないんでね。文字をもう一個使う。で、じゃあここを y にしましょう。あ、y じゃねえや。ごめん。こっちだ。ae を y にします。ここ。y にする。これどっちでもいいと思うんですけど、ed を y にしても構わないんですが、ちょっとこっちを y にします、今。で、y にすると、今、ad は、もともと2ルート5です、直径。ってことは、2ルート5から y を引いたのがここになるんで、ed はね、2ルート5をマイナス y になりましたと。で、それぞれの比例式を中中外外で整理していきます。整理していく。で、例えばこっち、まあ、外外からやった方が楽かな。外外やると、2x、ここね、この式。2x イコール、ルート10かけるから、2ルート50。ルート50が5ルート2なんで、10ルート2、マイナスルート10y とこうなります。で、下の式。これは、外外いこうから、これも。2y イコール、ルート10かけると、3ルート20。ルート20が、2ルート5か。だから6ルート5か。6ルート5。これ間違ったらシャレなんだよな。で、ルート 10x とこうなると。で、言ってしまうと、これ、連立で解くんです、あと。この2つ。もしは x と y2 つ使いましたけど、式が2個出てる以上、絶対解けるんです、頑張れば。では、これあと解くと。で、まあ、あと解くって言っても楽じゃないんだけどね。で、まとめます。まとめると、これは、下かな、こっから勝負、ここ式、こっちで行こう。まとめると一回。上は 2x プラスルート10y イコール10ルート2。これ移行しただけです、上の式を。で、これも移行すると下ね。ルート 10x プラス 2y イコール6ルート5とこうなります。こうね。で、上の式に、じゃあルート10かけて下の式に2かけましょうか。そうすると上がルート10かけるから、もうほんと。なんだこれ。こうなって、次、ルート10かけるルート10だから 10y ですね。で、ここ、10ルート20か。2ルート5だから、20ルート5。こうなる。で、下に2をかけます。x を揃えたいんでね。こう。で、次が 4y。で、12ルート5。これ絶対にここ y、y って言ったら楽だったな。よいしょ。で、引きます。x 消えるからね。で、y は 6y。で、ここが8ルート5なので、y は6分の8ルート5になります。6分の8ルート5。つまり、約分すると3分の4ルート5です。いいかな ?3 分の4ルート5。で、y をどこに入れたら楽かな上の式のが楽か入れてみよっか上の式に。入れると、2x、ルート10かけると、ルート50、5ルート2なんで、んプラスだね。うわ、間違えたくねえ、これ。3分の5ルート2、20ルート2。こうなって、イコール10ルート2。これ持っていくと、3分の30だから3分の10ルート2になると。で、2で割って3分の5ルート2か。こうなります。x と y が。なんじゃこれって感じだよね。で、こうなりましたと。で、結局出したいのは be と ec なんですよ。be と ec。で、今 be って x だからこいつ be なのね。ちょっと書こうか。これがこのまま BE。で、EC は、これ、3ルート2からマイナス X なんで、EC イコール、ちょっと使っちゃおうか。青でね。3ルート2マイナス X だから3分の5ルート2と。で、これが3分の9ルート2だから、3分の4ルート2とこうなります。EC はね。で、結局 Y 出さなくてよかったんだよ、この場合ね。で、今、BE 対 EC なんで、3分の5ルート2対3分の4ルート2なの。これ、答えだけ、あれか、そう、変か。3分の5ルート2対
3分の4ルート2と。で、これは両方分母が3切れるんで3かけて消します。で、ルート2も共通なのでルート2で割って消すから、残るのは5対4となって、これが答えになります。これで終了。まあ、ほんとさ、元旦から、配置どんな問題ぶち込んでんだって感じがするでしょ。そう、でも意図的にね、元旦なんでね、だらけやすいからね、難しいっていうかちょっと、こうなんで気合入る問題したいなと思ってこれ取っといたんだけど、ごめんね、ちょっと難しかったかもしんないんですけど、でもすごく大事な問題なんでね、ぜひぜひ復習してもらって、目指すね、高校によっては、確かに3番とか必要ないと思います。正直ここまでできなくても。ただ、1番のこの BH の出し方、この部分ね、出し方とかは非常に有名ですし、2番の外接円ぐらいまでは、あそこの相似使うんだとかね、ここの、3平方を出してその長さ出すんだとかっていう復習は、ぜひね、してもらって、まあ、みんなのね、受験勉強に活かしてもらえたらと思います。すいません、元旦から長くなったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。ではね、2019年も、自分もね、頑張っていきますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。お疲れ様でした。